どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本日は、醤油王子にチャレンジしていきたいと思います。と、その前に、今回は、鬼神クイズをね、やっていきたいと思います。二択です。二択すぎる鬼神クイズ。なんだこれ。あ、6四歩と突くのか、5五歩と打つのかってことか。なるほど、なるほど。あれ、これ本当にわかんない。初めて間違えそうな気がする。どっちを指したかも自分で覚えてないし。あ。どっちだ、これ。どっちもあるな。なんか苦しいっすね、ちょっと。22の角がね、99に効いていて、あ、この相手の方の角がね、左側の強者に効いてるんですよ。斜めに、点々点々って効いてるんで、次に強者を取られてしまうっていう状況なんですね。でさらに強者を取られつつ、角が馬になりますんで、相手のね、角がパワーアップしてしまいますので、ちょっとね、それは具合が悪いと。6四歩と突くと99角成とやってきそうですね。5五歩と打てば一応角道を、角のラインを止めることができると。ただ5五歩に対しては、3五銀とね、こちらから見て右側にいる銀ですね。が一つ前に上がってきて斜めに上がってきて角取りになるんですよね。それで角が引くと5五歩とねその打った歩を取られてしまうということなんですね。いやーどちらも自信がない。5五歩にしようかな。確かね、なんかおぼろげな記憶では6四歩と突いた気がするんですよね。6四歩9九角成7七桂みたいな感じでやった気がするんで、どちらも自信ないけど、正解を取りに行く。行きましょう。やっちゃった正解取りに行って失敗するっていう。5五歩だと、はい、銀出て、4四歩か。はいはい。これ角道をこう止めるってことですね。相手の角のラインを止めると。で、同角。7八金。ほうほうほう。今、金を右側に寄せると、7八角があったってことですね。下のこの斜めのところにね、角を置いてくる手があったので、逆に行くと。それで、5七角と打って、6四突いて3六角と。これ取ると、4六角になるとね、銀の横に角をなってくるんですよ。それが王手、銀取りになるということで、ものすごく厳しい。これは、マイナス122か。うん、まあ、ちょっと苦しい感じだけど、なんか自分の感覚だともっと苦しい感じがしますね。300ぐらいは悪い気がしますね。互角ではない気がする。で、まあ正解の方ちょっと見てみましょうか。6四歩なんだ。ほうほうほう。4四歩で、まあ、3五銀と言ってますね。で、6三歩なり、ああ、なるほどね。これで飛車で取ると、私の角がね、左側の銀を取ることができるんですよ。8二にいる銀ね。桂とか香がいる方の銀をタダで取ることができますので、金で取り返すと。で、この右側の銀と差し違えて、取って、5一銀と打って、まあ、とにかく、金を剥がすということですね。はい。これで金を取っちゃうと。で、まあ、角と金の交換なんですけど、相手の方のね、この玉形が弱いということですね。うん。まあ、これで次に7八金とかかな。7八金とか5八金寄るとか。下の頭にいる金がね、邪魔してるんで、金を寄せて直通させるっていう感じですかね。そんな感じかな。ただ、6四歩の時、9九角成はどうなんだろう。9九角成は、7七桂ってことかな。7七桂と、あ、これ角でね、香車取られちゃうんですよ。斜めのラインで。相手の王様の近くに角が、ピューってこう、斜めに効いてるんで、香車取れるんですよね。で、香車取りつつ、角が馬になれると。その時に7七桂と跳ねるのは、左側のね、こちらから見て左側の桂馬をジャンプすると、飛車がいますよね、一番下に。
その飛車で馬取りになってるんですよ、香車取ってる状態と。と、香車を取った馬に飛車が当たってるんですよね。7七桂跳ねてさばいていくってことかな。まあ、ちょっと駒損して苦しいんでしょうけど、相手の2四銀とかね、こちらから見て右側の銀とか左側の銀とか、そういう銀があまり活躍できていないので、まあなんていうか駒の配置とかね、ポジショニングでカバーしようっていう指し方ですかね。なるほど。いやそうか、私はこう当時も5五歩と打って間違えて、今日も5五歩と打ってしまいましたね。キシンクイズなかなかやりおるという感じですね。はい、いや難問でした。では行きたいと思います。マイページポチと、本日はね10分切れ負けにねチャレンジしたいと思います。17勝4敗13球ですね、8割0分9厘ということで、あ、終盤力 3.7、 早出し力 3.3、 守備力 3.5 みたいな感じですね。戦術力どうやったら上がるんだろう。設定はじゃあね、加藤ひふみ先生のボイスでいきましょうか。で、あとはこの設定でいきましょう。対戦しないお任せでいきましょう。では今日は10分切るわけでね、いきたいと思います。通常対局開始ということで、よろしくお願いします。ちょっとね、あの高速英称は今日控えめにねいきたいと思いますんで、なるべくゆったり落ち着いた気持ちでね、はい、喋っていきたいなと思います。あなたが先手です。あ、先手番となりました。よろしくお願いします。対局開始。さあ、まずは初手からね。私結構中飛車をやりたいなっていうのは2六ついたりする人間なんで、もうね、信用を失ってます。ですから、中飛車やりたいなっていうのは5六歩やっぱつきます。これでね、もう、信用をね、取り戻しました。取り戻したって自分で言っちゃいけないのかもしれないけど、あ、4二銀か。銀を上がったっていうことは、相手の方は振り飛車を目指しているかもしれませんね。相手が振り飛車を、振り飛車をやってきた場合は、相振り飛車という形になります。こちらも中飛車で確定していますので、相手の方のね、形次第ですね。うん。あと場合によっては、なんか7八飛車とかね、角の隣に飛車を持っていって、三間飛車に振り直すみたいなことも考えられます。あとはもうなんかまた2八飛車とか戻るようなこともね、居飛車に戻るようなこともあるんですけど、さあどちらに囲っていけばいいんだ。普通はね、右側に飛車か右側に玉を囲うんですよ、中飛車なんで。ただね、まあ、ちょっと様子見ましょうか。一旦6八銀と、あ、3二金型か。なんかあの4四歩ついてきたんで4三銀とね上がって、相手の方もなんか三間飛車とか向かい飛車みたいな感じで振り飛車にしてくるかなと思ったんですけど、これはどうやらね居飛車対中飛車の戦いになりそうですね。うん、じゃあまあこちらは右側に囲っていくと。もう糸新 TV でね口を酸っぱくして言ってますけどね、左側に飛車を持ってきた時は右側に玉を持っていくというねセオリー通りの構えですね。これ今、相手の方は6四歩6三銀とね、右側の銀を、まあ、相手の方から見てですけどね、右側の銀を上がってきたので、それに対応して、飛車をね、一つ左側に寄って、四間飛車の構えにしてね、6筋を攻めていく指し方と、あと、5筋の歩をね、中央の歩を一つ突いて、5六銀型というね、後継を作っていく指し方と2つあるんですけど、どちらで行きましょうかね。6六歩と突いてみましょうか。これは。はい。6六歩と突いて、次に6八飛車から、はい、これですね。6八飛車と寄って、8五歩には7七角なんですけど、まあそうですね。ここで、6五歩と突いていく。6筋の歩を交換することによって、スムーズに、あの、今、5七に銀がいますよね。真ん中に銀がいるんですけど、この銀を繰り出していくという感じですね。こういった感じで。これで次に5五銀から6四銀。5五銀から4四銀みたいな感じで、銀を出ていく手と、7五歩とね、桂馬の頭を狙っていく手、両方ありますね。ちょっと7五歩やってみましょうかね。今結構チャンスなんですよ。
なぜチャンスだと思うかというと、こちらの玉は今ね4八玉3八玉と守りの手は2手指してるんですよね。戦場から2つ離れている。それに対して相手の方はまだ居玉と言って、王様はまだ1回も動かしてないんですよね。その分こちらの玉の方が安定してるってことですね。ということでチャンス飛びて7五歩とね、桂馬の頭を仕掛けていく、桂馬の頭を狙っていくということですね。そして同銀取っていく、ここでもしも7四歩と打ってきた場合は、桂馬の頭をね防いできた場合は6四銀とね、銀が右側に行けば後ろに飛車がいますんで、金と飛車の連動で、まあ、6筋を食い破っていくことができると。で何もしなければこちらから7四歩とね桂馬の頭に歩を打っていって、桂馬の頭って弱点ですから、うん、まあ6三の銀のねサポートはあるんですが、7四歩6五桂7三歩成みたいな感じになれば大成功ですね。でこの桂馬は一番良い手で、7四歩と垂らしたいんですけど、5なら桂なりとか5なら桂ならずみたいな手でね、7分もう3分もう3分経ってしまった。まあ一応5なら桂なり5なら桂ならずっていう手を狙っていると。でまあそれでも7四歩打つ手はあるんですが、どうしようかな、打っちゃおうかな。7四歩垂らして5なら桂なりに手抜いて7三歩でやると、と金をね大きいと判断するかどうか。だから7四歩に対しては7二飛車とね、飛車で7三の地点を受けてくると思うんですよね。だから一回、4八金とか受けるかな、垂らすかな、迷うな。ここちょっと長考したいですね。7四歩垂らそうかな。7四歩垂らして、ブーム。7二飛車に対して4八金とかにしましょうかね。4八金とか5八金左とか、そういった感じで5七の地点をカバーしてみるかな。一回垂らしましょう。じゃあこれで相手がどういう動きを見せてくるか、受けてくるのか、それとも桂馬の動きでね5七桂成とか5七桂成ずとか、そういった感じで攻めの手をやってくるのか。まあ普通は7二飛車とか7二金とか7二歩とか7三の地点を先に受けてくると思うんですけどね。金でしたね。ここはね、迷いますね。まあ、5八金左で行きましょうかね。うん。5八金左で行きましょう。これで次に、攻める手だけで言いますと、5五角とね、角を中央に飛び出していって、6四銀とね、出る手もあります。あるいは、丁寧に行くのであれば、6六歩とね、桂馬の高飛び、歩の餌食という言葉がありますから、桂馬を捕まえに行くと。6六歩と打つと1三角と覗いてくるのかな。そこで6七飛車と飛車を逃げるか、あるいは桂馬を取ってしまう、6五歩と桂馬を取ってしまう手もあります。どちらで行こうか。まあ一回歩を打ってみましょうか。これで様子を見よう。これでそうですね、1三角上がってきて、どっちにしようかな。飛車浮く方が丁寧かな。6七飛車7七歩6五歩7八歩成6四歩。あと何分？あと何分？あと何分？もう5分しかないんだ。6七飛車7七歩6五歩7八歩成6四歩5二銀右5角5四歩6三歩成。ちょっと長くなっちゃいましたね。まあそんなことを考えていると、糸心は。6九飛車とかね、7八飛車と寄ってしまうと5七桂成で、せっかく捕まえた桂馬が逃げられてしまうので、6七飛車か6五歩の2択なんですが、どっちにしようかな。飛車逃げますかね。飛車逃げましょうか。うん。桂馬取っちゃう手もありましたね。6五歩と桂馬を取ってしまって、6八角成同金とね、飛車と角桂の2枚替えというやり方もありましたね。うん。まあ、これで、桂馬を助けに来るのか。まあ、桂馬を助けるのは難しいんで、あ、そうそうそう、これか。これですね。これで、6四銀と出ていくと。これは次に6五歩と桂馬を取る狙いと、7三歩成と、
突破していく狙いがありますね。さあ、丁寧に行こうかな。丁寧に行こう。桂馬を取って、多分5六銀と出てくるんですけど、ここで飛車を浮いていくと。これ手に乗ってね、手に乗ってさばいていくと、こういう風に。相手の手に乗ってさばいていく。こちらの手番になれば7三歩成ですとか、5三銀成ですとかね。はい。次に7三歩成ると金を作る手。いや、5三銀成と5筋を突破していく手。5三飛車成となっていく手。たくさんいい手がありますので、うん、楽しみの多い局面と言えるかもしれませんね。今、駒の、駒割りは、金と銀桂の交換となっています。少し駒得といった感じですね。ただ、こちらの玉もね、王様の後ろに銀がいて、左側に金がいるという状態で、2枚でしか守っていないんで、攻め合いの展開になると結構リスキーかなって感じですね。さあ、7三歩成や5三銀成を全て受けることは多分不可能なので、何か攻め合いに転じてくるのか、どうするかですね。まあ、8三飛車とか見えるんですけど、7五桂と打てば、一応横行きをね、防ぐことはできるかなって感じ。まあ、武骨に7三銀打ちとして、数の攻めでいきましょう。同金右、同歩成、同金同銀成みたいな感じで突破できましたので、飛車を逃げてきましたね。そして、同金と取ってくる。桂馬を打って追撃していきます。今、8三にいる飛車がね、飛車の横行きがありましたので、桂馬を打って、まあ、飛車が逃げてもらってから5三銀になるとかね。あ、そっちか。うまいタイミングですね、これは。うわぁ、わからん。うわぁ、どうしよう。難しいとこですね。飛車逃げておきましょうか。丁寧に行こう。これで多分8一飛車とね、飛車を縦に逃げてくると思うんですよ。その時に7三歩成かな、5三銀成かな。このね、左側にいる銀をね、前の方にいる銀を起点として攻めをつなげていきたいんですけど、どういう順が一番効率的かなっていう感じですね。効率がいいかなって感じです。飛車が取れればね、もうすぐ即戦力となりますから、多分飛車を逃げてくるんですけど、8一飛車かな。あ、飛車逃げてこなかったですね。これは飛車を取っていきましょう。そして自然に歩を成って活用していくと。なるほど。取るかな、迷うな、これ。まあ取りましょうか。残り3分9秒ですか。まあ、弾丸だと思えばね、気が楽ですね。そして、と金を使っていくと。こういう時ね、8三とと6三とと2つあるんですよ。左側に行く手と右側に行く手と2つあるんですけど、そういう場合は大体こう中央に向かっていく。あるいは玉に近づいていくっていう手がね、いい手になりやすいです。そして、そして、このと金寄りが銀取りになっていると。これもね、いとしん TV 内でよく言ってるんですけど、あと何分？ 3 分です。このあと何分がびっくりしますね。相手の玉を直接攻めるよりも、今3二金と4三銀とね、2枚の駒で守ってるじゃないですか。この金銀を狙っていった方がね、賢い寄せ方なんですよね。さあ、4一あたりに飛車を打っていくか。この場合だと、3人にいる金、4、3にいる銀、3、1にいる桂みたいな駒を攻めていった方が、玉をね、捕まえやすいんですよ、逆に。はい。これはまあ、かなり優勢な局面なんで、あとはまあ、時間切れに気をつけていきたいですね。さあ、自然に活用していくか。これでと金と銀の交換にね、成功しましたんで、遊び駒を活用しつつ攻めていきます。で、角がね、この、斜めに効いてますから、角が飛び出すことに成功しました。1、2玉ですか。2分30秒。
はい。2分30秒ですね。さあ、成り銀を使っていくと。次に2一飛車成と桂馬を取って、同玉と取って、金を取ってと。まあ、詰めろという状態ですね。次に詰ますよっていう状態になっています。うん。ボールが見えてきましたね。これで、桂馬を取っていて、これから詰ましていきます。はい。相手の方はね、上の方にね、逃げることができるようになったんですよね。角がいなくなったんで、今。角は移動しましたがね。ただ、それでも、持ち駒が豊富なんで、なんとか詰みそうですね。取るか逃げるか。定石を知ってるといいでしょう。あ、ありがとうございました。では、少し解説をしていきたいと思います。先手番となりましたね。はい。4二銀と上がって、まだね、居飛車になるのか振り飛車になるのか、わからないってね。指し方でしたね。で、この3二金がね、まあ一応居飛車っぽい手ですよね。これで振り飛車なくなったかなって感じがします。で、こちらは、まあ、3八玉まで寄っておいて、居玉っていうのは5九にいる状態。この状態が居玉なんですね。これはお互いに居玉の状態。いるっていう字に王様って書いて居玉って言うんですけど、やっぱりこのね、少しでも玉を戦場から離しておくと、激しい戦いになった時に有利になりますから、うん。左側に飛車を持ってきた時は基本的に右側に玉を持っていくといいと思います。そして、進んでいって、はい、これですね。相手の方が6四歩6三銀とね、6筋に銀を繰り出してきたので、それに対応して、6八飛車と寄って、本譜でも出るんですけど、6五歩同歩同飛車みたいな感じで、6筋の飛車を交換していくと。やはりね、この、飛車を使って歩を交換するっていうのはね、大事なことで、そうするとね、スムーズに、この5七にいる銀がね、使えるようになりますから、良いかと思います。で、こう、交換していくと。これで6筋にいる飛車がね、直通しますから、例えば5四銀とか動いたりすると、もうすぐに6四飛車とね、歩を取れますので、ここまでは結構作戦成功かなって感じですね。桂馬を跳ねて、銀を出てと。うん。こういった感じで、まあ、飛車と銀とね、左側に角と。飛車、角、銀、桂、香。この左側の駒で、まあ、攻めを目指していくと。で、飛車の後ろに切る金とね、玉の近くにいる金、銀。この辺りの駒が守備の駒となっていますね。うん。まあ、守備と、まあ、攻めと守りとね、攻めと守りの駒をこう、はっきり分けるっていうのが一ついいかもしれませんね。で、銀を上がってきたのですが、すかさずこう仕掛けていったとね。まあ、本編の方でもあったんですけど、相手の方は居玉なんですよ。まだ王様動いてない状態なんで、非常に危険な状態なんですね。ですからチャンスと見て動いていきました。で、取って、桂馬を跳ねてと。はい。まあ、これは最善の動きで、桂馬の頭を守る7四歩っていう手はね、6四銀とすり込んでいく手があります。同銀には同飛車と。取ることができると。桂馬を跳ねることによって、5七桂成、5七桂成らずの狙いがありますし、7四歩とね、こう垂らしてくる筋、これを少し緩和してるっていうね、先逃げしてる意味がありますね。で、金を上がって、金を上がってと。はい。で、このあたりはもう結構ね、丁寧な方針にしましたね。ここは桂馬を取ってしまって、角で飛車を取ってきて、同金っていうね、やり方もあったんですけど、まあ、飛車を渡さない方が安全という考え方ですね。で、銀を上がった時に、桂馬を取る手もあったんですけど、6四銀と入る方がさらに厳しいと。次に7三歩成と6五歩と5三銀成と5五歩とかね。いくつかの攻め筋があるということですね。で、銀が上がって、はい。ここでまあ、駒得になりましたね。桂得になりました。桂馬の高飛び歩の餌食っていうこともあるんですけど、桂馬ってポン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 跳ねちゃうとね、歩で取られてしまうよっていう格言ですね。で、取っていって、金を打ってと。まあ、ただこの後は、うまく攻めることできましたね。この、はい。で、まあ、飛車が取れましたんで、だいぶ優勢になりましたね。はい。いかがだったでしょうかね。今日、10分切り負けの将棋に、久々にね、動画内で、
チャレンジしたんですけど、こういってゆっくりした喋り方もね、わかりやすいかと思うんで、たまにチャレンジしていきたいと思います。では今日もありがとうございました。また見てください。いとしん TV、チャンネル登録お願いします。